こんにちは。前回神明と戦うなというテーマでお伝えしましたけれども、今回はそれの第2弾です。タイトルをどうしようかと迷いましたけれども、自分が選定している動画を見ていて、結局神明には触れていないんだなということが分かりましたので、神明に触れない選定ということでテーマとしてみました。前回の解説で新芽の出たところを切ってもまた新しい新芽が出るというお話をしましたけれども、前回解説しましたように、新芽もろとも中の方の脇枝に切り戻せば新たな新芽を吹かせないで済むというのを実践したいと思います。今回の作業のポイントとしては、表面的な輪郭を切り揃えることには固執せずに、切り口を見せない自然な仕上がりを目指すことです。金木犀は刈り込みバサミで刈り込んで丸く仕上げればよいと思っている方には無縁な話です。何の木を剪定するときもそうですが、まずは表面的なことよりも中にある忌み枝を取り除くことです。これが基本です。例えばこのような立ち枝というか逆さ枝ですね。要するに木の内部に向かって生えている枝です。さて次の忌み枝はどれでしょう。私は勝手に自分では越境枝と呼んでいるんですが、あるべき方向ではなく自分の領域を越えてこっちから向こうの方へ突き出ているこの枝です。交差枝にもなってしまっているこの枝ですね。こういう枝は真っ先に取らなければなりません。こうやって木の中に顔を突っ込まないと見えないし切れないんですけれども、これが植木屋の一番大事な仕事なんです。次はこれですね。間延びしている越境枝です。こういう不要な枝をまず最初に除去するのが剪定の基本です。ではここから今回のテーマに沿った本題に入りましょう。これはまた別の木ですが、去年手入れをしていないので2年分を取り戻すということになります。これがこうなります。今回のポイントを確認しながらご覧ください。表面の新芽には関わらないこと、輪郭を切り揃えることに固執しないこと、切り口を見せない自然な仕上がりです。切り戻し剪定をしている植木屋の手元というのは見えないものです。どこでどれを切っているのか表から眺めていても分かりません。つまりは切り口が見えないということでもあります。つまりこのように表面で切っている時のハサミは見えますけれども、このように中で切っている時のハサミは見えません。
中の方にあるいくつかの脇枝のうち、ちょうど輪郭のところまで伸びきっているような、そういう芽を探して切り戻しています。輪郭のあたりに到達している脇枝を残しているので、それが輪郭となり、その枝先を詰める必要はありません。前回の動画の解説で、このように輪郭上で切っていてはダメだよということは申し上げました。この切り口からはすぐに新しい芽が出て輪郭は崩れます。こういう脇芽を残して奥の方で切らないとダメです。ここで切るのではなくて、こういうところで切ります。切り戻した脇枝の枝先が輪郭より出ていては意味がありませんが、輪郭の中に収まっている限りはその出っ込み引っ込みを気にする必要はありません。その後に木の方で勝手に調整してくれるからです。こういう細い枝は輪郭上で切っても強い芽は出ません。やはりカメラを連れてこないと分かりにくいですね。片手でカメラを持っての作業ですので、ちょっと見にくいかもしれませんが、
境枝、交差枝ありますね。ここに出てきているこの枝は ここから来ているんですよ。今日枝は取らないとダメです。やっぱり作業しにくいのでカメラを一旦置かせてください。これも越境枝ですね。太い枝を切るのは腕が痛くなるから嫌だって、それを言っちゃ何もできません。まあ最低でも握力40キロぐらいはないと植木屋は務まりませんね。
これだけ近くで見ていても切り口がわからないでしょ。これが腕なんだな、なんてね。あたかも最初からそうであったかのように仕上げる。それが私の心情なんです。植木は入りました、切りましたっていう仕上げはどうも好きじゃありません。どうです、あれだけの量を切ったようには見えないでしょう。私の動画をいくつも見てくださっている方はもう耳にタコだと思いますけれども、大事なことはそうです、皆さんご一緒に木の中に手を入れてこそ手入れです。こんな感じで今回の剪定は終わりです。でそれから約2年後の様子がこれです。昨日取ってきました。1年目の春はまだもう少しおとなしかったんですが、やはり2年も経つとちょっと手を入れないとダメですね。まあ本当は毎年手を入れるのがいいんですけどね。これが今年の春現在の様子。これが2年前の剪定する前、そして剪定した後、その2年後が今です。ご視聴ありがとうございました。